先月、伊豆の国市で祭りの山車が横転し19人が死傷した事故で、警察は関係者を立ち会わせて現場検証を行いました。伊豆の国市の山車横転事故から1ヶ月、警察は祭りの関係者立ち会いのもと山車を現場に運び込んで、なぜ横転したのか現場検証をして調べています。この事故は先月3日、伊豆の国市田京で祭りの山車が坂道で横転し、運行に携わっていた72歳の男性が死亡したほか、18人が重軽傷を負いました。今日は現場となった川沿いの道や橋の上に山車を運び込み、レッカー車で動かしながら引き回しを再現して横転に至る状況を調べました。祭りの関係者およそ10人が立ち会い、誰がどこにいてどんな役割だったかなどを確認しました。橋の上に置かれていた山車が動き始めました。横転するきっかけとなった動きが坂の上でどのようになっていたのか、検証がこれから進むものとみられます。警察は横転に至るまでの状況や指示内容を確かめ、業務上過失致死傷容疑なども視野に原因究明を進めています。